え？焼き芋買ってきた。焼き芋がなんかみょうがが好きだからみょうがを。美味しい。うん。何も洗ってないからな。大丈夫？やばいね。包丁だ、あ、このナイフだけは洗ってきたけど大丈夫。本当は連泊したいよね。そうするとゆっくりできるよね。そうね。そうめん。そうめん。いいね。寝れた？寝てないけど横になってた。気持ちいいよ。気持ちいい？うん。今じゃない。うん。寝ることしないよ。どうぞ、ずっとしたかな。何かな、ほっとしなくても。そうめんぐらいすぐ茹でれるよね。うん。よし。一回やってみたかったんだよね。すぐ茹でるやつがねえな。生姜忘れた。なんか置く場所決めてないとさ、何をどこに結構いっぱいになっちゃうよね。何をどこに置いてテーブルやっぱり何個あったらいいの、ね、1個だと厳しい。お風呂ができてるとかそうなの、洗うと大変だよ。さっきからさ、物ばっか探してんだよな。
食品買ったところで食べてるよ。パパは言うからほら、マジでそうめんが食えるとは思わなかった。あ、うまそうじゃん。うまそうじゃんよ。いや、美味しそう。ちゃんと全部美味しそう。うん、よかったよ、カレー買ったやつ。うまそうじゃんよ。うまそうじゃん、カレー。うまそうだな。ミシミシはしんどい。そうめんは入れすぎるし、ポップコーンは失敗するし、難しいね。火力はあれだからね。ね。